ゾディアック社製のインフレータブルボートインフレータブルボートは空気の入った機密性のチューブで作られた水上を航行する小型船舶通称ゴムボートと呼ばれるライフセーバーが用いるイブもこれに含まれる使用しない時は空気を抜き長さや厚みを小さくして収納輸送できる特徴があるそのため運搬にトレーラーなどの特殊な車両も不要であるまた 人力で運ぶことも可能である。重量も他の工法で造船されたものと比べると、軽量、安価である。用途としてはなどと多岐にわたる。チューブの材質は、合成繊維の布に、機密性材料の PVC、合成ゴムを何層にも貼り合わせて製造される。推進機関は様々。小型艇の人力による、ロカ貝、オールパドルから、小、 大型艇のガソリンエンジンの線が息によるスクリュープロペラウォータージェット推進まである。船底の材質も様々で、FRP を使用した折りたたみ不可能なものや、耐水合板、アルミニウムを使用し、格納時には取り外して折りたためるもの、空気注入式で収納効率に優れるものと様々である。また、船底が高質素材のものは特に複合艇と呼ばれる。 空気の代わりに、高質ウレタンフォームを充填し、タイヤのパンクのような空気漏れによる浮力の低下、喪失を防ぐタイプも開発されている。製造メーカーは、日本国外では、ゾディアック、エーボン、国内では、アキレス、ジョイクラフト、ゼファーボート、バイソンウェーブ、2019年2月にゼファーボートの元社員によって設立された新会社、 旧ゼファーボートの製品を引き続き生産するとともに、修理、新製品の開発も継続中などが有名。国産メーカー3社のチューブ材質には特色があり、採用手のアキレスが、普及品の PVC イン布、高級品のハイパロン製ゴム引き布を使用した製品まで展開しているのに対し、新興のジョイクラフト、ゼファーボート、バイソンウェーブの2社は、 PVCE イ布を使用した製品を主力に展開している。ありがとうございます。